はい、田中球場です。本日新武器が来たんですよ。シーズンのミッションのターゲットプラティクスっていうね、ミッションクリアすると、このクロスボウっていうのがね、来たんですよ。で、これサブ武器なんですけど、結構ね、面白いアタッチメントしてるんですよね。見て、スティッキーグレネードとか、サーマイトボルトとか、ガスグレネードボルトみたいに、なんかね、多種多様な嫌がらせね、できるね、武器なんですよ、おそらく。まあ、こんなね、もう魅力に溢れてる武器ね、解除しないわけにはいかないから使っていきたいと思います。で、ちなみに通常弾は、あれっすね、この胴上一撃なんだけど、手も一撃です。まあ、でもね、弾速っていうかね、めっちゃ弾が落ちるんで、あとね、ダメージも落ちるんですよ。なんで遠距離狙撃は向かないと思うわ。ではね、特殊弾の方を見ていきましょうか、お目当ての。サーマイトグレネード弾は、あー、ダメージ下がるか、あれ、継続ダメージで殺していく感じね。で、これガスグレネード弾、これ嫌がらせの度合い強くねえか。なかなかいい武器じゃない、これ。なんか俺が今んとこ一番ピピってきてるわ。で、ステッキーグレネード弾。いや、これも、いや、これ NA45 じゃん。いやー、ガスか、これだな。悩む。どっちがうぜえか。いや、これ、スティッキーグレネード弾で、ダブル NA4 をやったら、楽しいんじゃねえか。スティッキーグレネード弾検証するわ。いくよ。足は一撃じゃないんだ。でもね、そんなあなたに爆発エキスパート。爆発エキスパートつけて足に打つと、ほほー。にやり。いや、これも、NA45 ってのはこれ、乱れ打ちだろ。やるべきことは。爆発エキスパート持ってれば、フラジャケつけてる敵でも足は一撃なんかね。一撃じゃなーい。ということでまた、あれか、フラッグジャケットが対策になるってパターンの武器か。まあ、そんな敵も、NA なら、一撃という感じです。じゃあこのクロスボウ使っていきましょうか。どうぞ。で、やっていく前にクロスボウのカスタマイズ紹介します。カスタマイズはこれっすね。というのもね、弾丸速度めっちゃ上げまくった方がいいわ。あのね、弾丸速度当てねえと遅くて当たりづらいんですよ。で、スティッキーグレネードボルトはただでさえね、弾丸速度下がるんでね。本当に、それ以外のアタッチメントで弾丸速度を補ってるって感じっすね。で、パークはこの爆発エキスパートをちゃんとつけるという感じでね、早速やっていきたいと思います。どうぞ。いつも見てません。お手柔らかにお願いします。ちょっと調子に乗ってるな。いつも見てません。その屈辱、私がこのクロスボウで晴らしたい。あのね、クロスボウの立ち回りとしてはこれ。なんかね、NA45 と違ってレレレ動きできるから、このちょっと顔出してワンチャン当てていくみたいな。でもガン待ちする分だったらね、NA45 乱れ打ちのが強い。これで、もうね、そういうこと言っちゃうから俺も情がなくなるわ。いつも見てます。その声をあるんだったらね、まあ、ちょっとはね、手加減してやろう。そういう気持ちに湧いたけど、これはもう、殺戮の準備をしていくことな。NA45 に制裁を切ったね、117か MX9 これで使ったら、はい！ナイスカバー！これね、弱点がこの、キルを奪われるという弱点があるんだが、それ以外の弱点はほぼなし。かかってきなさい。私を怒らせたことを、後悔する日が今来ます。これで一旦引くじゃん。で、これね、これ。一旦逃げる、これで。これで逃げます。多分ここね、待ってる。やっぱいるね。はい！ NA45。クロスボウ動画だが、半分も NA45 に侵食されつつあるというのが、実情。もうクロスボウね、打ちてんだけど、弾がすぐ切れちゃうからね。そこが弱点なんだよな。これで4キル1です。ここでね、ぬるりと出れる。ここがクロスボウの強みなんだけど、前に味方がいるってことは、さすがにいねえの、ここら辺。もうね、壁の近くでね、撃ち合った方がいいってのは絶対事実。なんでかっていうと、一瞬撃った後、引かなきゃいけないんですよ。爆発する前の時間稼ぐため。だから一瞬引けるぐらいね、壁の近くで立ち回らなきゃダメ。これ来るな。ここ側から来るんじゃない？これも相手、待ってるか？これで終わりと。はい、絶望。まだ来るか？まだ田中90を愚弄する気か？何度も愚弄してもいいが、クロスボウの爆発で、全部が無に消える。お前らは無に消える。その絶望を共有したいんだかな、お前らと。私が絶望を与えている側なんで、ここいるのかな？
NA45 もあるが、ちょっとね、相手もビビってる、多分。今だったらまだ謝り聞きます。これ後ろかな？脇は後ろになったな。これで、もうね、ちょっと、やはり NA45 怯えてる。田中球場に前狩られたものか。お手柔らかにお願いします。そう言ってた。彼らはもういない。もう許してくださいと、こう。田中球場にこう場面が来てるんじゃないか。これいるね。これで、まあ、一体引くと。これね、まあ、今のスパロー良くなったね。やっぱ MX9 か。やはり MX9。絶望よ来たれ。それが田中球場の合言葉です。NA 覚えておけよ。今のちなみにスパローです。NA ではないです。勘違いください。今の普通に NA じゃないです。スパローです。これでね、多分裏から来ると思うんだよね、これ。こういうね、分かってる時はね、NA45 ではなく、これで、いくら有名だからって、NA 使っていいんですか？そういうこと？少子。すべての武器は使ってもよい。NA 差別絶対反対。国際連合 NA 支部、田中球児です。わかります？このクロスボウと NA45 の乱れコンビ、敵をイラつかせる効果大です。このマップ、初動ここはスナイパー勝負するか？来ないか？ってことは多分この建物来る。ってことはぬるりぬるりとクロスボウで見たいんだけどスモーク焚かれてる。この、いやー、頭一個、えぐいなー。でも勝負はできない。やっぱ逃げる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 。勝負はえぐい。あそこにいるのね。やーべえ、マジでいる。死ぬほどいるわ、これ。これで、あんまね、この、本当は良くないんだよな、これ。本当は良くない。待って、同キャラ対戦来た。NA45。この同キャラ対戦を制していくには難しいぞ。かなり。いるね。で、一旦引ける？で、一旦牽制入れつつ、なんでリロールしないの？やる気を感じれね。OK？ 一旦これで引いて、クロスボウもリロードして、詰めてくれ、これ。詰めてくるんだったら、こういうところ牽制したいね。これいるっしょ。OK？ 当たってない。これじゃあ NA45 でも詰めるしかねえじゃん。本当はこれ一番やりたくない立ち回りなんだけど。やって、いる？で、やっていくと。これ NA45 動画じゃないから、あまり NA45 でそんな目立ちたくないんだが、しかし NA4 が強すぎて目立ってしまうのも、これまた、もうなんで今、このゲームたまにさ、勝手に打つのやめるのやめるような、覗くの。で、これいる？いるね。やれ、当たらないか。やっぱこういう運ゲーになっちゃうからね、本当は。オッケー？あまり NA4 の腰並みは推奨してない。本当にただの運ゲーになっちまうからね。これで NA4 個。なんでこんな、今日に限ってこんな腰並みが当たっちゃうんですか？死ぬほど当たります、これ腰並み。オッケー？いや、それが当たんないか、逆に。そして壁とちょっと距離を取るっていう。NA45、え？これいるよね、上。待って、これいる。これ、きついな、これ。なんでこんな脇をするんだ、運営。脇が、壊れてる脇が。なんでここで湧くんだ、さらに。いるよね、ここら辺。脇担当の人、ハワイ行って帰ってこねえな、なかなか。3ヶ月くらい休んでる。これ怖くていけないよ、もう。いるね。当たんない。もう一回勝負する？これで、バイバイ。いやー、マジか、それ負けんのか。なかなかスナイパー多いな、今回。クロスボウが難しいんだよな、本当に。ロマン以外ない武器だから。これで、ナイス！え、それ死んだの？やばい、今の死んだの！俺だったら、いや、これ、上から来る。いや、置いてるな。これはロックオンしてるわ、これ絶対。このロックオンしてる敵に対して。待って、これで、NA、こちらも行く。オッケー、やって！ナイス？これ来るんじゃない、ここ。俺だったら、詰めてくる前にやってく。これまだいるね。やってく。NA 許さん！おー、違うんだよな、これ。なんかさー、これ NA のなんか動画やっとってるみたいになってるんだけど、NA じゃねえんだよな、今回。本当は俺、クロスボウの動画を撮りたくて撮ってるだけなんだけど、なんで NA に侵食されちまうんだ。NA、クロスボウで実際2キルぐらいしか撮ってないんだけど。OK？ これで、OK？ やっても、意外とスパル上手くね、今の。今死ぬほどスパロー上手かったよね。OK？ やばい、マジでスパローと NA45 の無双動画になっております、今のところ。OK？
息してるかとか、なんかこれ味方がなんか煽り出したんだけど、俺の代わりに。待って、ほらほらこれ。民度最悪仕様にも前だって。クロスボウ使おうと思った。民度最悪仕様にも前に落ちたんだけど。ということで、はい、クロスボウはですね、こんな感じでローマン武器すなくまでも。実際 NA45 の方が強いと思います。はい、NA5 最強っすね。お疲れ様でした。おつ。いや、多分ね、これ本気で運用するんだったら俺はガスグレネードなんだと思う。ガスグレネードなんで、撃ちまくるのが一番うぜえと思うよ。ガス自体うぜえからな。